ねえ本当に気持ち悪い。愚痴くだらん。ということで今回ですね、コマルとウトラさん結婚したんですけど、その動画をね撮影したので、結婚に至るまでのプロセスを、この動画をですね今から後ろのモニターに流して二人に回答していただくと、質問に。あー、はい、結婚したんすか。うん。はっ、おい何今の、はって世界一クソバカにしてるじゃん。何今の、はっ。ただあの仕込み形式でいいんでしょ。いいですよ、再生と停止の練習1回しかしてないからね。うまく止められる。こんにちは。急に。スタッフ、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 スタッフ。これ何こう、オイランみたいな。なんか唐突に始まってこんなセクシーな服装見せられて、僕たちどういう反応したい。これ何、これなぜか肩落として気が違う。違う違う違う、次のシーンからちゃんと肩戻ってるって思う。あ、オッケーオッケー。マイスイートハニーと一緒にデートに行ってきます。早速ね、スイートハニーを待たせているので、この腕の布お迎えに行きたいと思います。それでは行っていきましょう。わー、落ちていいんじゃん、これ、ね、いらねえだろこの布。いるよ。あ、それちゃんと待ち合わせましょう。ねえ、待ちなさい。マジで何の変よ。もういいね、肩を置いてみて、肩を。全然聞いてなかった。ちなみに初版なんでめちゃくちゃ簡単です。コマルが今来たとかって聞いて、ね、エトラさんがなんて答えた。これはエトラさんだもんね。うん、はい、まあ、まあシンプルにね。うん、それでは2人ともフリップに回答お願いいたします。ああ、お互いに立てすぎじゃない。でも今来たよね、たまこさん。私は今、うん、今来たよーって。あー、なるほど、エトラさんらしい回答かな。エトラさん意外とこういうこと言うよね。まあ確かに言うか。じゃあ回答見ていただきましょうか。はい、はい、あ、待ってないよ。待ってない、うん、今来たとか、今来たとか、デートっぽい。ドキドキするね。優しい、はい、あ、今来たとか、はい、今来たよ。すごい、ほぼ一緒でした。わーい、だデフォであいつ肩出てんだから。そっか。天女状態なの。お母さんにもそれこないで言われたの。歯衣もついてるの。違う、昔話や。今令和、日本昔話やだ。ひどい。それでは続きいきましょう、はい。私のためにそんな可愛い格好してくれたの。そうだよ、最高、テンション上がるね。楽しいね、トラさん。今日はデートに行くじゃん、うん、だからデートの必需品持ってきた。デートの必需品って何？ちょっと待って、はい、これ分かるか。なんで？え、怖い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 。デートの必需品、はい、デートの必需品で、コマルはバッグからあるものを取り出します。何を持ってきたでしょうか。うわ、二択で悩むな。え、二択か。これって配信で写していい言葉ですか。うん、あ、じゃあ違うか。特殊性癖の人はやってるかもしれない。回答を見ていきましょう。はい、めいちゃんは、めいちゃんはね、それに意識行きすぎだよね。だってめっちゃ気になるの。気になりすぎてる。ここは食べるときについちゃうかもしれないから止めなきゃって。よく言うけど。私結構真剣に書かせていただきました。あ、何ですか、これ。ローロ違います。言ってた方がいいかなと思って。え、行ってみて。ローファーです。あ、何、ローファー。特殊性癖すぎる。いや、これローファーです。ローファー。YouTube のこと意識して全然してやってた。最後答え見せろよ。あ、分かりました。はい、それでは回答はこちらです。あれ、そんなに、おい、マジで本当に気持ち悪い。いつも一緒に使ってるじゃん。ちょっと初めて見たけど、これ何、無駄こいつ気持ち悪いな。これひどい。どう使う。死んじゃう、めいちゃんが死んじゃう。どう使う人でこれ持ってきて、これなの。コマルがつけて引っ張ってもらってた。え、ゲツな、お前。かわいそう、エトラさん。本当に、まあ、やったわ、エトラさん。でもめいちゃん好きな子が行ってきたらやぶさかじゃないでしょ。いや、そうだったらやぶさかですよ。家の中でね、家の中だったらやぶさかではない。外だったらだいぶやぶさか。続き見ていきましょう。今日はこれね、はい、一緒にね、デートに行きましょう。はい、行きましょう。うん、やばい、来てくれるんだ、これで、ね。いや、こまりちゃんがいいならね。いや、ということで今日はね、うん、特別なデートだから。どこ危ない危ない。特別なね、車を用意してきたんですよ。はい、はい、そうですね。いくよ、うん、せーの、こちら、ダダン。ちょっと待って、これいわゆるさ、これ黒塗りのコンテンツ。やば、なんと言って、あのね、トーボーとかが乗っておられる。そうだよね。これか、あれ組
みます。あ、バレた。この車、小針に惚れたって言って、エトラさんは何と答えたでしょうか。まあでも優しくからか。それではね、二人とも回答お願いいたします。うん、うん、いいいい、用意したの先生じゃん。二人は多分もうちょっと目の前に急にセンチュリーが現れた時の気持ちを考えたら多分ね、こんな言葉出てこない、急に目の前にセンチュリーが現れたら多分人間はこの反応をすると思います。こちら、え、これさ、気づいた。いや、ゾワッとする。怖いよ。おかしいな。怖いでしょ。初めに寝そうしたけども。おかしいな。気持ちだな。ゾワッとした。正解はゾワッとしたでしたね。はい。あ、恐怖を感じている。ここまでする行動に対してゾワッとして、まあね、はい、ありがとうございます。ただいまですね、起きてる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 、よかった。茶飲んでます。やっときた。甘いスイートハニーは聞いて、レモン&ジンジャーティー、レモン&ジンジャーティーらしいです。突然来たの。ずっと脱いでて欲しかった。逆にね、ここまで来たら、サラソブック。あら、おいしそう。あら、おいしそう。やっぱご飯食べるから、それがまた袖についちゃうから。もう、ここで来た。バクとしてたみーちゃんに説明しますと、タルトドッグを食べたんですね。あ、はい、ちょっと辛いホットドッグ。小丸が何と答えたかお答えください。食べた感想を言ったってこと。そう、この人のね、感想はちょっと斜め右上から来る。マロン組、マロン組の中から、うん、あ、マロン組って言うの。マロン組聞くのがいい。ママ体がもう出てきちゃった。あはは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 。それだだねよ、何かそれだだよ。なるほどね。順次に回答してもらうか。じゃあタマコ先輩はじめにお願いします。メルン、ピリ辛で体ほてってきたか。ああ、ちょっと感想入れてもらっていい。はい。ピリ辛で体ほてってきちゃった、エトラさん。かわいい。やめて、そこかわいいって言われると結構きついから。普段やらないことやらされてんだよ。かわいい。かわいいなって思って。やだ。かわいい。顔真っ赤になってる。タマコ先輩、耳まで真っ赤になってる。タマコ食べた？さっきやんだよ、お前。メイちゃんも感想入れて読んでくださいね。はい、どうぞお願いします。出てきた。裏切ってる、裏切ってるよ。読めよ。じゃあ2人とも同じ回答とね、ということでね。じゃあ正解見ていきましょうかね。はい、はい、お母さんの手料理の味する。え、タマコ先輩かわいそうだろ。裏切ってんだから。かわいい。タマコの気持ち考えてよ。これも嫌や。まあサルサドッグお母さんが作るわけないんですよね。家庭的な味がしたんですよね。それでは続きいきましょう。やっぱりデートと言で、お昼時といったら手作りお弁当ということでですね、おばれちゃん手作り弁当作ってきました。作ってきてくれたの。はい、こちらです。マクド。何に言ってもこのタイプなの。おばれの手作り弁当。なんか見たい見たい。こちらの弁当なんですけれども、開けていきたいと思います。楽しみ。イエーイ。いただきよ。うん、オープン。じゃん。オープン。オープン。一個目ぐらい。一個目ぐらい。オープン。はい、開けろ。もう開けるじゃん。じらさないでよ。可愛いの。オープン。おら。トマトが。トマトもさっき愛のお弁当です。はい。初めてトマトに顔反射。愛のお弁当行くです。え、可愛いから。行こうです。可愛いでしょ。可愛いじゃん。ね、びっくりした。下の段がですね、行く要素がちゃんと入ってます。あ、そうなんだ。はい。びっくりは目ですね。びっくり愛のお弁当行くなんで、下の方ですね。うわ、びっくりした。はい。ご飯に何か仕掛けをしてますか。可愛い仕掛けです。困る的にされたらすっごいドキドキする。ドキドキ。うん。彼女にお弁当作ってきてもらったら、なんか桜電布でハート書いてある方が嬉しい。え、そう、そうなんだよね。その方が嬉しい。そういう路線。その路線。そのレベル。え、うん、珍しいっすね。びっくり愛のお弁当行くだから。そう、最後何マジで。最後いらないだろ。最後が大事なの。あの感情を込めて。やばい。じゃあめいちゃん書いてお願いします。はい、はい、桜伝舞で好き。あー、かわいい。好きハート。かわいい。コマネのこと分かってないね。
姉ちゃん。いや、うちらのこの一年弱何だったんだろうね。いや絶対やらないだろうなと思ったけど、私は普通に彼女にやられたのに。あー、これクイズだから当てに来てもらっていいっすか。はい、もう帰ろうかな。やばいやばい。せっかく可愛いこと書いてくれたので、さもこ先輩お願いします。この上に行く。おー、やわたけもタイトルにさせてくるんだから。さもこ先輩必勝。おまっ、じゃ帰らない。絶対に殴るからね。お前のこと。さもこ先輩殴られる前に正解見ていきましょうか。はい、じっくりは 目ですね。じっくり愛のお弁当行くなんで人の方ですね、うん。ねえ、ほんとに気持ち悪い。愚痴くだらん。ねえ、なんでお前の考えが飛び越しなんだよ。おめでとうございます。私多分彼女にこれやられたらガチ説教する、その場で。え、なんでほんとに、なんかちょっとやめ、ね、ちょっとエモラルが欠けてるって。わかってんじゃん。モラルに欠けてるよ。どうですか、愛されるんちゃは夢の。ありがとう。嬉しい嬉しい。もう旦那さんできたらこういうの作んない方がいいと思う。ほら、エトラさんもモラルにかけると思ってるやん。あの光ってるとこにコモラたち乗ってる。エロエロ、何この空気。